高高たかしたは、中華民国の政治家、弁護士、教育者、外交官、北京政府の要人、字は、セリアン。1907年、早稲田大学を卒業し、帰国して民政部即礼局さんを治むに任じられる。1910年、警視高等警察学堂の教習となった。1912年、弁護士を開業し、立志公会会長となった。翌年、 衆議院議員に当選し、女性省の法律顧問として登用される。衆議院議員としては、小政党の挑戦者や大中党に属した。1916年7月6日、高高下区は、農商部秘書に任命された。翌1917年7月、段紀隅内閣で、農商部次長に任命され、1920年2月27日から、雲法内閣と、 殺小氷林寺内閣で農商部長代理を務めた。同年3月25日には、両職長査会会長も兼任したが、8月14日、殺林寺内閣の総辞職に伴い農商部次長と、両職長査会会長を辞任している。1922年6月15日、高高支宅は、顔営業林寺内閣で農商部次長に再任され、 当証に臨時内閣となった後の8月15日、農省総長に実際には就任しなかった、路心の代理を務めた。その6日後の8月21日に、全国水利局総裁へ移動している。9月2日には、様子高水道討論委員会副会長も、兼任した。翌1923年、私立民国大学校長に就任し、1930年まで在任することになる。 町小村内閣の1923年5月13日に全国水利局総裁と様子高水道討論委員会副会長を辞任した。1926年6月22日、森鈴経林寺内閣で内務部次長に任ぜられ、さらに様子高水道討論委員会会長と、ただし弁ににやか無効所座弁も兼任した。小ただしひとし臨時内閣の 翌1927年1月18日に内務部次長を免税られ、間もなく他の各職からも退いた。1937年3月、高高支宅は、紀藤傍教自治政府の中満州国外交、特派員に任命され、同月30日に新疆で着任した。後に、高は上海へ移り、弁護士として活動する。 1939年1月30日に、後配布が和平休国宣言を発表した際には、コも和平休国会連盟の構成員として同宣言に連勝した。しかし、南京国民政府に参加するよう日本側から誘われた際には、コはこれを拒否したとされる。1940年、死去、去年63、ありがとうございます。